で今日は見せたい店主の刺し子ちゃんですね。えー、っと、店主が刺してましたスカルですね。これ書いてますね。スカルが刺し終わったということで、見せたいということです。どうぞ、店主。はい。えっと、大きい声で。大きい声でだん。だるまの、なんだっけな。<laughs> なんだっけなだだ雨音かな雨音の糸で。うん しましたあ、はい、だるまのだるまの新作の柄のことを言うかと思ったけど糸の方を紹介したんですね今ねスカルを、えっと、新作で出た4種類スカルカゴインベーダー、えっと、あと万華鏡が出たのスカルでスカルですねで「雨音」という段染みの糸で刺しましたとはい、はい、どうぞ <laughs> 何 <laughs> どうですか、注意するポイントは。だから、言った方がいいね、そういう風にね。ポイントは。うん。どこがどうとか、なんかありますか。うん、特に縦横、縦横で刺す感じかな。縦横、そうですね。一箇所だけ。一箇所だけ。長いところがあったから。はい、あれ、ここ、今思ったけど、コンスカルのここって、こっちだけ長いんだね。 長くて短いんだね、今思ったあ、そうなんだ多分ここ繋げると長くなりすぎるからかなっ思ったあーそうなんだ一本でやってしまうと多分今気づいたゆるゆるってなるからもうちょっとここ、ここ綺麗にここの揃えたいけどねあなんかちょっとずれてる感じなんで、ここはねこのラインがさ、この上のラインと揃えたらここと一緒ぐらいなんか、今気づいたああ、そうなんだ 僕の僕の気づきはもう何のそのですね。はい。なんでしょう。ここ。ちょっと入って入って。どこ？えっとこのここからここまでは後ろに出してない。そこだけ出してない気がする。ああ後ろじゃ見ましょう。後ろも後ろもおおすごい変わってますね。まあ出してないからこうなってるみたいなそれは出したらまた変わると思う。ああなるほどね。すごい迷路みたいなねなんかもうなんだかわかんないけど。 お、すごいですね、スカール。こんな感じになるんですね。いいで,すで、段染めだから、やっぱ色がね、いろんなところに、いろんな色が出てる感じで。難しくはなかった。縦横だから難しくない。ないその間を指す。別、中を通さなくてもいいけど、テンション中を通したってことでしょう。どこからどこを通したって言いました、ね。えーとー。はい。えっと、うんこ。ここから、ここに降りるときに。うん。 あ、こここからこのここに降りる時ああでも出してもいいけどいい、ね、まあテンションの中に入れたとこれでもこっからここってここも刺すんじゃないの<ん>このこことここやろあっ違う違うこっからここ,こに下りるとここ,、ねこ,こ,ね、ここからここねああなるほどですねこれ外側も断続外側は断続じゃないねここ ちょっと単色にしました、ね。単色にしたってことですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ注意するポイントはそんなになく、まあさせると、あとは色の組み合わせでどうさすかですね。どうやってさして楽しむかですね。すねまあ例えば目の色だけ変えるってなったら難しい。ああ、<laughs> 今ちょっと言ってみましたけど。縦が2回刺さないといけない,い。うん、目の色だけ変える難しい。まあ、面面面,面倒です。あ、面倒ね。あ、まあ、目じゃないて。2>, 2回刺さないといけない。 縦をにあそうですねはい色を変えて大変まあ時間がちょっとかかるかもしれないかかるかもしれないと、はい、ま工夫次第ではそういう楽しみ方もできるってことですよねすはいわ、はい、かりましたじゃあ今日は天守がスカルは差し終わりましたということで見せたかったということですね見せたい天主のサシコちゃんスカル完成ですはい以上ですありがとうございました。